神戸市は今日、再開発中の神戸港付近から幕末期の海軍操練所跡と考えられる遺構が発掘されたと発表しました。神戸市中央区の新港町周辺にかつてあったとされる神戸海軍操練所は、外国船からの防衛のため勝海舟の発案で1864年に幕府が設置したもので、坂本龍馬なども学んだとされる海軍士官の養成機関です。神戸市は今日の会見で、ウォーターフロントエリアの再開発事業に伴って行った発掘調査の結果、神戸海軍操練所の遺構と考えられる石造りの包みや石積みの防波堤を発見したと発表しました。見つかった遺構は、神戸海軍操練所が創設された初期で神戸港開港以前、神戸港が開港した1868年頃、さらに明治中期以前の3つの時期の防波堤などで3層に重なって残っていました。神戸市によりますと、遺構が重層的に見つかったことから、これまで神戸港が元の港を土台にして開発されてきたことが分かったということです。また幕末に開港した5つの港のうち、遺構が見つかったのは神戸が初めてだということです。神戸だけではなくて、日本の近代史の中でも重要な位置を占めるというふうに思いますし、海軍操練所、そしてその後の神戸港の築造というのがどういうふうに行われていったのかということ、そういう歴史をしっかりたどって、これを保存をしていくということが重要ではないか。神戸市は来年1月13日と14日に現地説明会を開催する予定で、明日からホームページなどで申し込みの受付を開始します。